片思いの女の子が転校してしまった。告白どころか一度も声を交わしたことさえなかったことを春の初めは後悔していた。春の幸子は考えていた。一体いつになったらあの大きな自分が目の前から消えてくれるのか。誰にでもある春霞のようなモヤモヤ、春の家の人々をめぐるとってもピースフルな物語。